レーワルデン空軍基地はオランダ王国フリースラント州レーワルデンに所在するオランダ空軍の飛行場。レーワルデン飛行場は1938年に建設され、当初はアムステルダムスキポール空港との間での路線が就航していた。空港としては稀にしか使用されていなかったが、1940年にナチスドイツ軍が侵攻してから状況は一変した。 ドイツ軍の戦闘機と爆撃機が配備され、イギリスへの爆撃作戦に従事した。第二次世界大戦中の1944年9月16日から17日にかけてイギリス空軍による爆撃で基地の大半が破壊されたが、オランダ解放後に基地は再建された。戦後初年に民生空港として、KLM オランダ航空がスキポール空港までの路線を就航させ、 1949年に軍事基地となった。基地は北大西洋条約機構加盟初年度から西ヨーロッパで最も使用される空軍基地であった。5つの範囲からなる暫定保留空域が設定され、精密射撃や爆撃のために供された。基地には当初、グロスターミーティア F8 戦闘機が配備され、1956年に ホーカーハンター F6A 戦闘機に更新され、1964年には F-104 戦闘機に更新されている。そして1979年には、NATO 標準機である F-16 戦闘機が配備される。現在の基地は F-16 戦闘機を装備する1個、飛行隊と M9-9 無人航空機を装備する1個、飛行隊。 捜索救難を任務とする一個飛行隊が配置されている。基地は、NATO のフリージアンフラッグ演習の定期会場となっており、戦闘機共感訓練過程を実施している。2006年と2008年には公共空港として開放された。ありがとうございます。